さてそれでは一問一答講義の行政法の第7回目ですね始めていきましょう今回取り扱っていくテーマは地方自治法になります、ね、では早速問題の検討をお願いします さていかがですかねちょっとまあ一緒に問題を見ていくと普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して長が議会を解散した場合において解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合長は再度議会を解散することができるということですねまあポイントになってくるのがこの不信任 がなされそれに対して解散権行使を町が議会に対して行ったでその後、まあ、選挙が行われ議会が召集されて再び不信任の議決がなされたと、ね、この場合に町は再度解散することができるんですかと、まあ、こういうことですね、まあ、ここは論点としては地方自治法における不信任議決の流れ この手続きの流れがきちっと頭に入ってますかと、まあ、こういう知識型の問題ですねで一応知識の確認をとっておくとまず議会の方から長に対し不信任の議決がなされた場合ですねこの場合においては解散を10日以内にしないのであればその時点で長は失職となりますで一方 10日以内に解散権行使を行った場合ですねこの場合においては議会が解散され、まあ、選挙がなされその後議会が招集されますよねでその招集された議会において再び不信任の議決が再度なされた場合ですこの場合じゃあもう一度庁は解散権行使できるのかというとこれはできないですよね 不信任議決の旨、議長から長に通知され、通知された日に長はもう失職となりますということですね。なので、再びの不信任に対しては、解散権行使はできませんので。なので、先ほどのこちらの問題ですけども、再度解散は不可でしょできないので、この問題は誤りですねと。こういうことですね。よろしいでしょうか。まあ、ちなみに、 こちらの不信任の議決の中で、この知識は今テーマが地方自治法になりますので、地方自治法における不信任議決の中でをね、当然確認したわけですね。で、一方、この不信任に対し解散権行使をするっていうのは国政、つまり憲法でも同じ話がありますね。で、憲法とここを比較しておいてほしいのが、この 再びの不信任議決これが憲法上あったっけっていうのをね確認しといていただきたいんですけどもこれはどうですかね国政つまり憲法において再びの不信任っていうのがこれ起こりうるのかということですね。でこれは憲法だと再びの不信任っていうのは ありえないわ何で,、ね、でですかっていうとこちらがまあ憲法の不信任の手続きの流れですけども不信任がなされ議会の解散がなされたそうなると解散・総選挙の後初めて国会が招集された時点で内閣は総辞職自由に該当しますっていうことで、ね、なので国政の場合には再度の不信任 とといいいいううう流れはないんだよとこういうことでよここででろしいでしょうか。まあ、あとは地方自治法と憲法の比較で言うとくと議員特権ですね、まあ、議員の特権、まあ、憲法上規定がありますよね、えー、まあ面積特権と不逮捕特権と、まあ、これがね、まあ、過去憲法の択一の問題でもね何度か出題されている重要知識になりますけども、まあ、そういった特権が地方議会議員に認められているかというと。 これは認められていないということですね。あくまでも議員の特権については、これは憲法上の規定なんだと。地方自治法においては、そういった特権の規定ですね。不逮捕特権とかは存在しないぞと。こういうことですね。よろしいでしょうか。まあ、比較してね、しっかり押さえておいていただければというふうに思います。さて、そうしましたらね、7回目は以上ということにしておきましょう。お疲れ様でした。